普通に外れた。ました。一つだけしか当たらない。いや、でも待って。あ、もはや。そうだったんですね。まあ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 。でも一回でも来れたらね。いい方ということで、でもやっぱあれかな、あの前夜祭とかは倍率めちゃ高かったのかな。嬉しい。そうですよね。葵ちゃんに会いたかった。大丈夫、みんなキャンセル待ちとかあるんでしょ多分。でも本当に久しぶりにみんなに会えるからね、楽しみ。しかも結構エイトのメンバー出るし、もうねワクワクがいっぱいですね。あえて姉妹枠で応募してみたのが良かったのかな。何それ、なんかさシステムわかんないんだよね。楽しみ。今日もいや本当にね、もう稽古楽しいですよ。難しいけどお芝居はね本当に難しいですね。でも楽しいです。私的には本当に1年ぶりの舞台なのでワクワク。どんな役かはちょっと言ってもいいのかもしれないけど、まあ言わない方が楽しいかなと思うので、まだ聞かないでください。でも今回本当にイベントもいっぱいあるので、特典みたいなのもあるし、ワクワクって感じですね。ということで今からドボンタイムをしたいと思います。ちょっとできないと思うので今日はドボンタイムをしたいと思うんですけれども、あちょっと待って、大切なこと気づいた。時計がない。時計がありません。ちょっと時計を持っていきたいと思うので皆さん少々お待ちください。これさ少々お待ちくださいどうしたらいいの。一回切った方がいいの、これ止め、なんかさループしちゃうかな。よし取ってきたので今からやりたいと思います。じゃあ行きますよ。まずじゃ34分でやります。34分、9時34分でこう間に合わない感じかな。みんな
まあ、とりあえずやるね。とりあえず1回目34分。あ、ドボンタイムって書いとこう。これメンバーに当たりそうじゃない？今ドボンタイム、メンバー今いっぱいやってそう。イベントもやってるし、ちょっと私は参加してないんですけど、よし、また今日も何回勝てたかメモっとこう。まず1回目ですね。間に合いませんでした、ごめんなさい。本当にちょっと早すぎた。あおあお、え、やばい、もうみんなさ1枚とかなんだけど。あ、ごめんなさい。リバース、ちょっとまた次教えますね。秒数は、秒数っていうか何分にやるって。くしゃみ、くしゃみでしょ。くしゃみでそう。あっ、あー、ないよー。ちなみにみんな7000推し、嬉しい。ちょっと待って、くしゃ上がった、やった、ブレッシュー。はい、まず1回目勝ちました、おめでとうございます。ありがとうございます皆さん。じゃあ次は、じゃあ37分でやります。今日はもうなんか秒数じゃなくて分でやるね。37分で、あー、動画は見ません。37分です。幸せ先いい、光線いいですね。しかも今ゴールデンベッドタイムですよ。37分ぴったりにやります。なんかよく時計に合わせてやってないでしょうとか、よくではないけどたまに言われるんですけど、合わせてやってます、ちゃんと。あ、幸先でした。幸先いいね、幸先いいよ。漢字無理。やばい、間違えたわ、使うタイミング。え、ドロースリーやられました。え、悲しい。みんなはどうですか、勝ってますか。でもさ、これあれだよね、私がいない吉川七瀬推しのさルームがいっぱいあるってことでしょ今。そこもね楽しそうですね。わっ、負けた、幸先悪いな、負けました。誰か当たんないかな、メンバー。この時間やってる人多そう、寝る前に。あー、また見ちゃった。
このさ CM てかなんか動画開くとさたまに面白そうなさアプリとか出てくるよね。あ、見ればよかった。最後じゃあ次は40分でやります。40でいきたいと思います。幸先ちょっと悪いですねさっきまでいいって言ってたのに。40分でやります。今日さ朝てか朝さ寒いのに夜さそんなに寒くないじゃん最近。今日ダウンコートね着てたんですよ。っていうどうでもいい情報です。私のさんと当たっただって。ななさんいいな。私もななさんと当たりたい。でもあんまりメンバーに当たんないかも最近嬉しい情報です。だってなんか言いましたっけ私。つなんですかって何ですか。ドボンって何ですかってこと。ドボンっていうのは AKB48 の公式アプリです。ちなみにいろんなアプリがありますけれども私は結構ドボンが一番好きかもしれませんが他のアプリも好きです。マジスカラクンロートゥ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 。ラッパッパタイなんだっけ。なんとかたいラッパッパね。狭い階段ぶつかってもらいましょうか。で次は43分でやりたいと思います。43分。今日は何ですかって聞くのが商品で流行ってるのか。商品で流行ってあ、前田軍団対ラッパッパねか。狭い階段ぶつかってもらいましょうか。懐かしい。43分。やっほーみんな。最近姉に勧められてドボンを始めました。おえ、お姉さんもやってくれてるんですね。嬉しい。遭遇したことあるかな。みんな私に何回遭遇したことありますか。まあ前田軍団対ラッパッパね。狭い階段ぶつかってもらいましょうか。パスだ。悲しい。パスが一番嫌だ。なんか コメント見てるとさ あったのにパスしちゃった。そういう時あるよね。
そういう時ありますよね。サヤリンと当たった1回だけ、ついさっき。おありがとう。おでも結構1回以上ある人多いですね。まあでもね、結構私やってる方だと思うので、時間合わせでも結構やってるし。ごめん、ドロー3出しました。嬉しい、七瀬のカードにしてくれてる。七瀬のドボンの仕方結構当たりやすくていいと思う。お好評だ。岡田奈々ちゃんと遭遇し、え待って、じゃあ七瀬さん今やってるじゃん絶対。私も遭遇するかも。頑張ろう頑張ろう。あドボンした、やったー。じゃあ2ですね。ドボンできたよ、最高。じゃあ1分でやります。え間に合わないかな、46分。みんな46分だよ、間に合う、まあ、間に合わないかね。この試合やってる人いるかもしれない。後頭部が痛い。お間に合ったしを知りないけど、この配信見てくれてるのか、見てくれてるよっていう人今スタンプを押してください。あれああ押してくれた、押してくれた。じゃあ見てるな、このいいね、この、あありがとうございます、ありがとう。いや、まあ、あ押してくれてる、ありがとう。ちょっと時差ありますね。おおみんな押してくれてる。この確認いいわ。でもさ、私が聞いたら3人一斉に押してくれるからさ、わかるね。1人押してなかったらあれってなるもん。あれ全然出せないんだけど。いいよみんな勝ってもいいよ。K とかさ中盤に出すの怖くない？ドボンされそう。あやばい、絶対今のままドボンだと思った。はい負けました、4戦目負けました。次は49分でやります。半々だね今。49分で やりたいと思います。さあ、皆さん、あ、そうだ、ホワイトデー配信やるらしい。はい、こんにちは、皆さん、こんにちは。皆さんこんにちは。皆さん見てください、いちののライブでホワイトデー配信するので、まあまだ何をするかはちょっと分かんないんですけれども、作るのかな、またそれも、それすらもうちょっと分かんない。あやばい、ドロー3
止まってる。ああ、びっくりした。ごめん、ほんとごめん。でもそういう時もあるよね。ゲームだから許してください。あと1枚、あと谷本選手と対戦したかった。めちゃくちゃね、可愛らしい。ね、柔道の選手。待って、マジで後頭部か。皆さんご存知ですか、谷本さん。まあでも金メダリストだからね、有名ですよね。金メダル取ってるなんてもう素晴らしい。人が出てきた。ドボンあるあるを教えてください、皆さん。あるあるすぎて。ナイスー。ドボンあるあるありますか？私はたまにある、あ、たまにドロー2を出すと自分に特大ブーメランが来て、ドロー2が回ってくる。一回も回ってこずに終わる。え、そんなことある？あ、ドロー3ごめんなさい。キングは最初出したらすぐ終わる。え、なんですぐ終わる？8は狙われやすい。やっぱそうなんだ。ドロー3が自分に帰ってきてバーストする。それあるある。え、あ、どうぞ上がってください。はい。あれ、あ、上がんないの、上がんないのか。あれ私上がっちゃうよ。上がれなかった。ドボンを終わらせるとき、ナンセンちょっとって言われてから終わらせるスタンプうるさい人がいる。自分やんけ、わらわら乗りツッコミ。全然勝てない、全然勝てない。画面から目を離している時ドボンボタンが出てる。あー、ドボンボタンってほっといたらさ消えちゃうのかな。あ、めっちゃ長いこの試合。カード入れ替えられたもん。やばい、私さ本当にさ最近声が大きすぎてさ鉄に響くんだけど、これはちょっと良くないですね。もう長い、この試合もういいよ。ドロースリーはいいよ、もう。私はもう土盤になるときって少し時間くよね。そうなんだよね、察するよね。そこで「え、まだ続いてるんだけど、すごくない？何分からやってるっけこの試合。すんごい続いてる。一向に、あー、ドボン来た、やばい。よし、3勝目、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、嬉し水です。続いて2分でやります。
2分で。2分でやります。今日も稽古してきましたよ。メンバーに会えてますよ。あ、なんとかタイム終わった。ベッドタイム、ゴールデンベッドタイム終わった。このさ、時間合わせ考えた人すごいな。え、これ私推しの方いらっしゃいますかね。奈々さんに合わないな。タイトルに戻ったってどういうこと？どういうこと？落ちちゃったってこと？ドボンが？へえ、そんなことあるの？ドボンされました。まあビリではないんだけどね。なぜか今8000やってます。ちょっと休憩します。ちょっと休憩します。勝率は8000やって3000、幸先悪いです。幸先はめちゃくちゃ悪いです。笑いましたけれども、なんだろう、なんか真面目な話もいっぱいします。ありがとうございます。会えるの楽しみでも、最高連続上がり回数7回の壁、普通に考えて「あ、間違えてました」って。野球なら首位打者、私バッティングセンター行きたい。バッティングセンター、え、意外とね上手なの、バッティングセンター。だからでも当たるんだけど、なんかさポーンって飛ばしたい私。そう、バッティングセンターも行きたいし、ボーリングもしたいし、やりたいこといっぱいあるな。
難しいよ。でもさ、なんかすごくない？ポンって飛ばせる人私が飛ばせないからさ、すごいなって。ナンシーに野球を教えるためにずっと野球してました。嬉しいです、教えてください。そういうイベントあったらいいのに、なんかバッティングセンターイベント。千葉に大敬遠ってバッティング、あー楽しいよね。本当になんか千葉県遊ぶ場所いっぱいある、幸せ。あ、あくびしてないですよ。こうやってやるとさ、なんかあくびしてるって思われる。皆さんはよくバッティングセンター行きますか？男の人は何キロなんだろう。女の子だとさ90キロとか100キロとか、ボールが速すぎてさ怖い。90でもさ10ぐらいなんだ。90とか100で精一杯。女の人だったらそんくらいかもしれない。何キロまであるんだろう。でもさ150キロ、プロの遅い方で130くらい。え、あれ100キロってじゃあめっちゃ速い？世界記録は170？世界記録170キロ投げた人がいるってこと。すごい。何キロだ？60キロとかかな。今度行ったら何キロが合ってるか見てきます。打ったボールって何キロぐらいなんだろう。釣らない？いや、そんな気がする。絶対に遅い。30キロで投げられるのは逆にすごい。そうなん？ボーリングはね、私は100、いつも70いくつとか。ボーリング上手い人に教えてもらいたい。プロボーラーとかに教えてもらいたい。めちゃくちゃ自慢じゃないけど100いきません。下手なの。なんかさ、エールみたいなのあるんでしょ。隣の人が投げた時は次は投げていけないんだよね確か。あるらしいです。私はそれを知らずに普通に投げたら、最初知らなくて。なんでダメなの？隣のレーンに投げなければ OK です。リング行ったんですけど、なんかボールが後ろに飛んできてめちゃくちゃ怖かった。めちゃくちゃ怖かった。ボール後ろに飛んできたの、ちっちゃい時ね。でも怖いよね怖すぎる
奇跡。でも本当に一番最初にボーリングした時、ちっちゃい時はさ、そんな重いもの持つことないじゃん。今は、まあ、重いもの持ったりすることもあるけどさ、穴のサイズもいろいろある。え、そうなの？でもなんかさ、マイボールとか持ってる人いらっしゃいますもんね。後ろに来るとか、やば、めっちゃ面白い。しかもなんかさ、この観客がさ、おおってさ、めっちゃびっくりするんですよね。人にしかわからない。ちょっと e スポーツ懐かしいわ。めっちゃやってたな。なんか e スポーツでやると、でも私はいつも左に行きがちなの、ボールが。だからチチチチとちょうどよく行くんですよ。これは私のボツでの懐かしい。 e スポーツだと本当のボーリングはマジで下手。ボーリングはちょっと本当に仲いい人と行きたいですね。ちょっともうボーリングってなんかこうオープンじゃないですか。ゴルフはなんか打ちっぱなし、まだあのコースには出たことが、ちゃんとしたやつは出たことがないですね。やってみたい。パパがめっちゃやってるからあれなんですけど、連れてってくれるけど。今なんかだけど、パパ教えるのめっちゃうまいから、すごい短時間でいい球を飛ばせるんですよ。打ちっぱなしにしか行ったことないって言いましたよ。自分のグローブは元気よくプンプン丸じゃないんですよ。片方にしかつけないんだよね。そう、片方に。ありがとうございます。どう、いい球が来た時の音とか、なんかこう見ましょう。ゲートボールってなんだっけ、まあ、なんかおっきいボールのやつ。ゲートボールってなんだっけ。そんな感じですよね。やったことないな、それは。吉川さん今日怒りん坊だ待ってタイムラグありすぎじゃない今怒ってない。いや怒ってないから。タイムラグありすぎでしょ。多分10分前ぐらいで。怒ってないけどね。今日も時差あるの？前に怒りんぼうってフレーズ久々に聞いた。確かに。みんなのね、そのあれですよ。私が怒ったらもう鉄キーンって。あ、鉄がね、鉄がキーンって。わかりますか。じゃあさっきさ、えっすぎてさ、鉄がねキーンってなった。本当に本当にキーンって。
ドルームだとみんなイヤホンしてるからね。イヤホンしてたらもう大変だよ。7番アイアンですね。いるんですけれども、ちょ待って待って、だからあの違う、あの鉄っていうのは忘れてください。なんでもない。じゃあドボンをあと3回やって終わりにしたいと思います。今日はということで27分、27分、おう、 K を出さ、 OK、 スタンプを押してください。うわ、ドボンで終わったんだけど悲しい、悲しい、しかも私が出したやつで多分見れなかったわ、悲しい。あと2000、よし次は、待ってまだ1分経ってなかったのに、29分でやります。悲しいね。なんでかな、あなたが違う、みんな今あれかな、黄色来い。え、待って、ドボン、対戦しようね、対戦しようね。来るよ、来るよ、よし、こんにちは、こんにちは。あ、なんか、え、いる、私称号変えようか、今なん、なんだろう、そうだ、わかりづらい、スペードと黒が似てるから、おお、ダメだ、あと1枚だと思ってたのに、よし、なぬ、やばい、今日の対決は1、2、3、4、5、8回勝ちましました。ということで悲しいです。ありがとう。キングを読んでいきたいと思います。13位は都市アットマーク、七瀬一生しドボンで七瀬会えば勝つこと一回もない、アットマーク、シーナ03組の7号車さん、ありがとうございます。10位はゆうさん、ありがとうございます。9位は KITT さん、ありがとうございます。8位は石のりアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位は榊五郎アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。6位はマッカーシーアットマークおだしさん、ありがとうございます。5位はパンダアットマーク七瀬発見から3年目突入さん、ありがとうございます。嬉しい。4位は国アットマーク七瀬のオペが好き7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はあずまるアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位は和歌山ラーメンさん、ありがとうございます。そして1位は鍋公式葵ちゃん推しアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。
バイバーイ、おやすみー、バイバーイ。